の文梨守さんを中心に結成された若手のジャズトリオです。ジャズの面白さ、楽しさをストレートに捉えて広い層に受け入れられる音楽を目指しているそうです。それでは文梨守トリオの皆さん、よろしくお願いします。
どうも皆さんこんにちは、ふみなし守るトリオです。いやちょっと太陽が隠れ気味になって過ごしやすい気温になったんですけれども、こっちからだとものすごい眩しいですね。だいたい目つぶって吹いてますけども、すいません、お客さんの顔はギリギリ見えてます。もともと目が細いもので、なんかいいですね、休日の昼下がりみたいな感じがすごいいいですね。じゃあちょっとまったりとメンバー紹介をさせていただきたいと思います。オンギターキャサリン、キャサちゃんです。こう弾いてる時の笑顔が彼にすっごい可愛いんで見てあげてください。すげえいい笑顔で弾くんですよ。はい、次アンドラウンス赤瀬フーガちゃんです。フーガちゃん、はい彼は川崎の昭和音大のジャズコースの3年生でめちゃめちゃ優秀な成績を取ってるらしいです。川崎市民、川崎市民じゃない、市民ではない、失礼しました。と私リーダーのアルトサックスの文梨守です。よろしくお願いします。ここに来るまで家から15分ぐらいで着きました。家近いです。ということで、ご近所さんだと思いますのでよろしくお願いします。そこら辺のコンビニとかで姿は見かけることがあると思いますので声かけてください。よろしくお願いします。さてと、いいな、このなんか何も落としない感じの空気すごいいいね。なんか自由にやっていいんじゃないかなみたいな感じなんですけども、とりあえず2曲目に進んでいこうと思います。2曲目が、ボブ・マーリーのレデンプションソングという曲です。今日この光景バーって見て、うわ草原広がってる、草原芝生広がってる、この非常に平和な感じ見ててすっごいやりたいなと思った曲なんですよ。ボブ・マーリーの曲で、レゲエの神様って言われてるんですけど、彼がもう人生幸せだぜみたいな、俺の歌ってきた歌も全部幸せの歌しか歌ってねえんだ、最高みたいなのをすごいしったりと歌い上げる曲なんで、しっとりとした気持ちでですね、なんか暑いので冷たい飲み物でも買ってきてもらって飲みながら聴いていただいたらいいかなと思います。よろしくお願いします。
ボブ・マーリーのリデンプションソングでした。いい歌ですね。大学生の時にもボブ・マーリーにドハマりしてですね、家でこう一人でボブ・マーリーの CD をかけて寝っ転がってて、ああもう友達いらないみたいになってました。さっきまでのステージと打って変わってですね、僕らこう見ての通りセッションバンド状態ですね。この日の空気でじゃあ曲ちょっと変えようかとか尺変えようかとか、もう打ち合わせしないでこの場で変えてることとかも結構あったりします。なのでこうお客さんがこうすごいのほほんとしたいい空気だったらひたすらそういう演奏を続けてですね、尺大丈夫ですかねこれね。あと何分ぐらいあります？全然大丈夫。ありがとうございます。じゃあゆったりちょっとね、この1曲早めに怖くなって終わらせちゃったところがあるので、次の曲長めに行きたいかなと思います。でもゆったりした曲ばっかりの中ね、ちょっとお客さんあれですよね、ちょっと少し早めな曲でもやろうかな。ということで、ドラム赤瀬風雅のグループから生まれる Feel Like Making Love。
ありがとうございました。フィールライクメイキングラブでした。ハリーの尻尾さんに比べて3分の1のサイズのドラムセットで頑張る赤瀬くんにもう一回拍手お願いします。このサイズ感でこれだけの叩くダメでこれだけのことをするって本当にすごいことなんです。本当に彼すごいですね。まだ20歳ですよ。もう一回拍手してもらってもいいですか。ありがとうございます。わざわざね、この川崎区の端っこのといったらなんですよ、ここまで来ていただいてですね、暑い中拍手3回もさせられてありがとうございます。もうあと 1,2 曲でね終わりになりますので、そこまでは付き合いいただいて、日差し出てきちゃったんですけど、暑い方はちゃんと水分補給をしていただいてですね、僕も今喉乾いてたまんないんですけど、あと2曲ぐらいは頑張ろうと思います。あと2曲ぐらい大丈夫そうですか。はい、あ、じゃあすいません、どうしよう、ブルーポスターとかどうでしょうね。せっかくドラムが熱くなってきたところですね、その余熱を余さず使おうということで、ちょっとラテンチックなノリの曲をですね、暑い日差しの中やってみようと思います。俺も暑いんで脱いでいいかな。脱いでいい。暑い。あ、それは脱がなくていいや。ではブルーボッサーです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。もうこんな静かな音響下でやってですね、口笛までいただいて拍手、こんだけ盛大にいただいても僕ら本当に幸せな限りです。この後ももうワンステージありますので、もうワンステージありますので、すいません滑舌悪くてね、もうワンステージございますので、そちらの方もですね、まあ、ここら辺でちょっと楽しんでいかれた後に聴いていただけたらなと思います。セカンドステージは確か2時35分からです。ということでもう1曲ぐらいでですね、最後の曲にさせていただこうかなと思います。ファーストセット最後の曲はですね、ちょっと熱い曲を張り切りすぎちゃったなみたいなところがありますので、ちょっとしっとりとですね、キース・ジャレットのカントリーという曲をですね、お届けしたいと思います。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。引き続きお楽しみください。
とうございました。ふみなしまもろトリオでした。引き続きお楽しみください。はい、どうもありがとうございました。ふみなしまもろトリオの皆さんに毎度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。すごくこう自由な空気感がね、とっても心地よくて、この場所がすごく似合うなと思いました。ご近所というふうにもね、おっしゃってましたけれども、またこれからも音楽の街川崎、さまざまな舞台でご活躍されると思いますので、皆さん応援よろしくお願いいたします。